今日から国のマイナポイント事業が始まり、三木市では市民が利用できる相談窓口が新たに開設されました。三木市内の商店街や郵便局、それにイオンなど合わせて4カ所に新たに開設されたのはマイナポイント総合支援窓口です。マイナポイント事業はマイナンバーカードを持っている人を対象にキャッシュレス決済を使って最大5000円分のポイントを還元する国の事業で、今日から来年3月末までとなっています。三木市ではマイナポイントに加えて独自にポイントを還元する三木マイナの取り組みも始めていますが、そもそもマイナンバーカードの作り方がわからないといった問い合わせも増えていることから、今回窓口を増やして対応に当たることを決めたということです。丁寧に教えていただけるので、手続きは非常に簡単に済ますことができました、うん、ありがたいです。自分でしようと思ってもなかなかできないので、ちょっとでもついていかないとどんどん置いていかれるので、うん、いろんなことが書いてあると尻込みしちゃうんですね。それをすごくシンプルに、これならできますよっていう形でさせていただいております。三木市はマイナンバーカードやマイナポイントの普及に努めたいということです。